ついてくるんだ。へえ。さらばだ。うわあ！え？え？え？ちょっと待って、これ出番なくなっちゃったやつ？はいどうもー。はいどうもどうもこんにちは、チャイと申します。どうもこんにちは、イルミネと申します。それではですね、まあ第6回目というわけなんですけど、前回はまさかの終了の仕方となってしまいました。いやあれはびっくりしたよ。いやなんか自分が必死に考えてた時に、なんかチャリさんがなんかやらかしちゃったんで、あ、なんか動かせんぞと思ったら、え動かなくなったみたいな。いやあ、これがフリーズってやつですかね。そう、あれがまあいわゆる途中でゲーム内で説明されてたフリーズのことだったんだね。よかったですね、本当に。あれがなかったらもう今頃もうセーブしてなくて、うわこっからかよみたいな感じになって。本当だよ。危なかったわ。はい、まあこのね、収録外でね、いろいろ考えてたわけなんですけど、その前にコメント返信1個やっておきますか。そうですね。はい、じゃあ読ませていただきます。これかな。はい、チースポツです。面白そうなゲームですね。それにイルミネさんとのコラボが実現するなんて嬉しいです。僕もこのゲームは知らないので初見目線で見させてもらいますね。コンパートはイルミネさんのアドレコが上手で聞きちゃいました。ありがとうございます。で、次パートはチャリさんのアドレコに期待しています。ピャだけではもたれそうな感じがしました。ほらほら。ありがとうございます。本当に自分そんな上手いですかね、アドレコ。まいよ。マジで？うん。素直に嬉しい。否定とかしなくて。うん。やっぱ、ピャーだけじゃもったいないだろ。いや、ほんとやばい、あれは。ピャーしか言わないもん、この主人公。ね。かわいいから許す。でね、このコラボ実況は、結構前々から考えてはいたけど。そうですね。なかなか時間が合わずに。って感じなんですよね。そしてようやくね、こういう風にできるようになったわけだけど、はい、そういうことでね、はい、まあ僕も確かにピャーだけでは物足りないなと思いました。僕はまあ当てれっこしなんぼのやつですんで。それにしてもチャーリーさん本当にすごいっすよね。なんかね、あれですよね、いろんな声出せますよね、本当に。なんかいつの間にか出せるようになってた。すごいな。そしてですね、まあ僕一人実況だとよく冒頭にね、チースって言うわけですけど、まあ、そうです。コメントでもチースって言ってくれる方がいたりしてね。うん、結構広まってんじゃないですか、視聴者さんにチースっていうの。そうだね。いいんじゃないですか、そういうの、うん、そう、これ自分はほんとにそういうのないからな、自分。2年前からこういうのやってるんだけど、なんか広まってくれて嬉しいですね。2年間ずっとやってたらそれは広まりますわね。自分もなんかこの色味でといえばこれだみたいな感じのセリフとかないんですよね。あー、なるほどね。普通に喋ってるだけだから。確かにね。じゃあなんか作ってみるのもありかもしれないね。ちょっとそんないきなり作れとか言われても無理です。はい、まあそれはそのうち思いついたらということで。はい。はい、じゃあ前回続きをやっていきましょう。はい、そういうことで、まあ前回、まあ、おさらいしておくと、なんかすごい謎解きやりまくった。そう、ドラゴンの森の 2番目にあるメモに応じてスイッチを押していかなければいけないというのがまあ基本的なルールなんですが、まあ、あの収録外でね、もう結論がつきましたので、はい、文章があって、でモンスドラゴンが死んでいくわけだけど、うん、そのドラゴンの死んだ順に並べるのはどうだろうと、うんうん、いうことになりまして。そうですね、まあ基本的にはその方法になります。で、その死んだドラゴンの特徴順にスイッチを押していくという感じです。で、まず最初は右下の愚行のドラゴンコース、で次は、左上ですね。左上のこれかな。これが暴食のドラゴン。はい。で次に兄弟が離れ離れになります。兄弟の右側ですかね。そう、しかしこれだけだと押せない、押せない仕組みになっている。
っているんですが、実は収録を終えた後で僕がねやらかしてしまいました。それはですね、この兄弟を引き離せばいいんじゃないかっていう考えで僕がこうしました。あ、そういう考えだったんですか。そう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 。あ、だから、あ、そっか、あ、そっか、そういうことが。そう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 。いや、自分ちょっと気づかなかったんですよ、その視力外でも。なんでこれチャレさん右に動かしてやればなみたいな感じ。そう、これは兄弟を実際に引き離すっていう表現を実際にゾウにやらせてみるのはどうだろう。なるほどね。そうしたら本当に動いて、そしてスイッチを押すことができるというわけなんですよ。だからさっき合わせちゃったからフリーズしちゃったと。そう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 。まさかの逆にしちゃダメだっていうことだったんだね。はい。まあそれは喧嘩した直後に合わせたらそれは修羅場になりますわ。修羅場イコールフリーズってわけだね。はい、はい、じゃあもうそんな感じでした。でその次に双子のこの左側ですね。左側か。あ、待って待って、左側だった気がする。え、待って、え、待って、離れ離れになるじゃん。うん。で双子が賢いやつに襲われて双子が食われる。はい。で今度は双子は死ぬじゃん。で、うん、その次に双子が、賢いやつと戦う。もう一つの双子が賢いやつと戦って、負ける。うん。だから多分双子だと思うんですけど、双子のもう一個の方だと思うんですけど。もう一個の方の、左側です。どれなのかだね。左側の。これか。あ、違う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 。違う。その上の。それもう押した。押した、押しました。うん、この次は、あ、そうですね、その、それです。はい。で、これで一応もう死んだドラゴン順に押したはずなんですけど、え、なんかありませんか。あと少しだった。あと少し。そう、あと少しだった。これ眠れるドラゴン、うんうん、が目を覚まさなくなったっていう表現があったんですけど、うん、それって死んだってことでいいんですかね。あー、どうなんだろうね。いや、自分ももうぶっちゃけ言っちゃう、ぶっちゃけっていう表現おかしいか、もう言っちゃいますと、この眠れるドラゴンがラスボスなんじゃないかって思ってるんですよ。僕も。ですよね。うん。だから、死んだっていう扱いは、まあ、するのはおかしいかなとは思ってるんですけど。うん。まあでも、ちょっとこれスイッチが2つ余っちゃうんだよね。プレートがないやつと、あと少しってやつ。あと少しが多分眠れるだと思うんですけど、うん。このプレートがないともうドラゴンがもういないんですよね。ああ、そうだね。全部押すのかなっていうのはあるよね、確かに。それとももう眠れるも含めちゃうみたいな。ああ、もうとりあえず順番ってことかな。そうですね。じゃあもう一回ちょっと眠れるも含めてやっちゃいますか。うん。待って、じゃあそうすると、どこに入るんだ。結構食べます。食べます。眠れるは、食べます。双子と双子の間だ。うん。右押したら今度は賢いです。いや、眠れだ、眠る、眠るだから、その右下のやつですね。あれ、離れ離れになった後は、離れ離れになった後、暴食が狩られる。そして双子の一人が、あれ、離れ離れが先か。え、離れ離れが先。愚行やって、うん、暴食やって、双子の右のやつが死んで、で、次に眠れるが目を覚まさなくなった。ごめん、離れ離れのタイミング教えて。離れ離れになった。あ、離れ離れするタイミングも必要なんですか、これ。そう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 。あ、じゃあ、愚行と双子が、うん。で、愚行が死んだ次ですね。死んだ次か。そうですね。オッケー。歯が立たない。ごめん、じゃあそれ僕間違えてたわ、さっき。じゃあその移動する順、移動するのも順番に入ってんだ。そう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 。で、この次に離れ離れになったんですけど、というかね、結構悲しげな BGM でね、一人でやんなくてよかったと思ったわ。結構怖い。え、そんな BGM 流れてたんだ。いや、哀愁が漂うという意味で。
怖いっていうのはなんかホラーとかそういうのじゃなくてなんか哀愁が漂って怖いみたいな感じ。並大抵の攻撃のせいだ。あ、それじゃない、あの暴食をしましたっけ。押した押した。次に双子の、あ、待って、これ双子のどっちだ、離れ離れになった、あ違う、別にそういうのはない、別にそういうのはない、片割れだ。とりあえず双子の右側の双子ですね、うん、が死ぬ。右が死ぬ、右が死ぬ、これ先押しちゃったんだよな。あ、マジですか。もう一回やり直します。あれ、離れ離れになったっていうそれ行動はいらないってことか。じゃあ、いや多分いると思う、まあ一応念のため。分かった、じゃあスイッチ押さないで離れ離れになったっていうのだけ間に入れてみっか。そうですね、うん、最初に愚行が死ぬ、でその次に離れ離れになる。なんか最初あんな風に説明したりはしたけど、これ僕たち結局分かってんのかなって感じになっちゃってね。そうですよね。まあでもなんとなくいいんじゃないですか。うん、まだちょっと分かんない部分はありますけど、うん、離れ離れになるだけで、その次に暴食が狩られる、狩られる、暴食が死ぬ。その次に双子の右側の方が賢いに襲うんだけど、やられる、にはやられる。でその次に眠れるが目を覚まさなくなる。眠れるは右、眠れるってさ一番右ですね、一番右、右ですね、あと少しだ。歯が立たないっていうのは並大抵の攻撃を防がないってことじゃなくて違うか、あと少し、まあいいや。でこれがやられる、でその次に賢いです、ね、これだよね、はいはい。でこうで、え、でで、え、何も変化なしですか。もうねー、ええ何も変化起きねー、こっちで起きると思いたいが、おお起きろ。いや、なんの意味もないよね。え、あ、その奥、奥はこっちは、こっちか、こっちか。あ、それも押すん、あ、押すのか。それはスイッチあります。ない、ない、え、ないぜ、間違いなのかな。間違いなのか。ちょっとヒント聞くしかないか。もうそうですね、ちょっとこれはもう無理、これはちょっとむずいね。じゃあ聞くとしましょう。出します。もう一回、もう一 回やってみよう。もう一回ダメだったら聞こう。それも確定なんだね。これはやっぱりちゃんと行わさないとなんだ。いやー、ほんとな。なんとも言えない難しさだよ。で、こうやる。そして、これで見抜く。あ、はい、これどう、次引き分けたら離れ離れになったら、うん、次は暴食ですね。暴食だから一番左ですね。あ、それもうやったよ。やった。でやったらこの右のもやった、この右のが死ぬ、やった。その次に眠れるが眠れなくなる、眠れなくなるじゃん、目を覚まさなくなる。やっぱこっちが眠れだと思うんだよね。眠る、こうなって あと少しだったっていうのは病気で死ななければよかったって意味だと思ってる。ってことは賢いが右ですか。右だと思ってる、うん。こう、でも仮にそうなるとこっちが眠る、そう、そうなると、あれ、なんもない。いや、何の意味もないよね。あ、次に眠れるですね。眠れるだから、これだね、それっすね、眠れる。その次に双子のもう一人が死ぬ、でその次に賢いが病死で死ぬ。何か変化起きたみたい。あ、やっぱさっきのその逆だっていうのが合ってたんですね。うん、
いや、これ来ましたよ、進展。やったー、よっしゃー、ありがとうございました。あ、あれあれ、奥、奥、奥っすか、近っ。何、ごめん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 、あ、みたい。何か変化、変化起こったの、これ目的ないじゃないか。いや、なんの意味もないよね。竜の石像ありましたよね。うん、あれ押しました、押しちゃった、押しちゃった。あ、それか、それ押しちゃったから、それか。それ押しちゃったからダメなんじゃないですか、それ。マジで。じゃあ、もう一丁だな。OK、はい、もうこの、これでいきましょう、これ、これでいこう。 Here we go! Here we go! あ、よかった。おー、ほら、やっぱさっき押したの悪いんだったじゃないですか。もう余計なことするから。ちょっと、しっかりとセーブ。はい、じゃあ進展やりましたので。はい、いや、よかった、ほんとよかった。あー、で、ここで使うのか、暖かい光。おう、ん、どっち、ダメじゃねえかよ、あれ。あれ、石は、石は、あ、そっかそっかそっか。え、使えないんですか、何も使えねえ。え、え、あ、これで奥行くとか、あ、そういうこと。お、お、ふわードラゴンの目元でキラキラと光っている。カルポロ瓶をその水に入れた。ドラゴンの涙を手に入れた。泣いてるの、泣いてるの。ドラゴンを統治するドラゴンとなったのは、初めから争いを好まずひっそりと森の奥で生きていた聡明なドラゴンであった。聡明でいいのかな。うん。しかしすでに世界からは自身以外のドラゴンは全て生きたいと。森の奥にいたとはいえ、自身のその自身の体もその不死の病を患った。ドラゴンは最後の決断をした。あ、終わり？終わったね。終わりか。最後の決断をした。決断、結界を張るってことか。これでまた謎は闇に包まれた。キバタン、助けて、キバタン。キバチン、キバチン、いない、キバチン、どこ行った、ちょっとキバチン、超キバチン、どこ行ったし、マジで。もう、あの魔法陣に入るとか思った。そしたらなんか、まさかキバチンおらんやん。キバチン、そのなんか黒いのは何ですか、その黒い風の黒いの。え、は、え、そのとこ道あったんですか。あったんだ。ああ、もう泣くな。お前はお前にできる全てをやったんだ。誇りにしろよ。で、でも俺はお前が無事でよかった。ったく、あの時はお前が死んでしまうかと本当に焦ったが。なあ、最後にこれだけは言わせてくれ。最後までお前のたった一人の親友であれて嬉しかった。きっとお前以外は俺が死んでも悲しんでくれやしないだろう。だからさ、せめてお前だけは俺が死んでも俺のことを覚えててくれないか。最高の親友として。封印しないと。ごめんね。封印？封印？てか、さっきの自分の声を担当した人は、あれはあのオレンジ髪の子？そう。封印ってなんだ？封印？ここでなんか、え？なんかフラグだったとか？だと思いたい。なんだろうね。ダメだ、積んだ。積んだ。お、おう、おう、でも誰もなんかその、なんか
ドラゴンを封印するためにはどうたらこうたらしなきゃいけないみたいなこと言ってませんでしたっけ？うん、言ってないですよね。言ってない言ってない。やっぱ帰るしかないのか。このドラゴンの涙をどこで使おうかみたいな。確かに。それにあれなんだよな、あのメーカー、あの穴を掘っていた、あの種を植えたところ。いや、それってあの虹色の肥料じゃなかったでしたっけ？虹の色の肥料は確か違ってたところで使ったはずだから。いや、もう一個あるはず。もう一個ある、マジか。いや、自分あの神社の時にひらめいたっていうのは、その助けるためにツタを伸ばすためと、あともう一個の、うん、その種を成長させるっていうのだから、空き瓶2個いいのかみたいな感じで思ってたんですけど。あー、そうか、これはまずいことになったな。そうっすね。でもなんかさっき戻れたみたいだし、やってみる。やってみますか。うん、時間も時間だし、それやってから終わるか。そうですね。はあ、結局何だったんだろう。竜の涙ってなんだ。あ、ここで使う。あ、どう。え、竜の丘チーンチーン。まだダメか。ふむ、暖かい光とは何なんだろう。この目を伸ばすためヒーローを与えれそうだ。ピャッ、使った。風をまとう石を使えばキレイになるかも。お、風をまとう石を使った。おお、お、ニコが星が、ほわ、ちょっとみたいだ。暖かい光を、めっちゃ繋がってんじゃん。暖かい光を使った。水が必要みたいだ。ドラゴンの涙なら嬉しそう。うん、よかったんだこれで。じゃあ超これでよかったんだ。超繋がった。使った。おお。これは上に伸びてんの、奥に伸びてんの、これどっちだ。どっち？な、奥ではないみたいだな。なんだこれは。じゃあ一旦終わりますか。切りますか。超いいところで切ったら。参加すごいことだった。ということで、じゃあ次パートに続きたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。